皆様こんにちは、こんばんは、ノマランドでございます。今回はウォーハンマー 40K スペースマリン2の最高難易度攻略のすすめを紹介します。発売から1週間経ちましたが、日本であまり取り上げてませんので、今回はひとまずこの攻略動画を上げます。最高難易度の上で墓地のゆえ、ノラという負けを生き残るには生かすべきかを解説します。数少ない海兵隊の方、ぜひご覧くださいね。本動画は意外とハクスラと間近安いですね。ノマランドの提供でお送りいたします。念のために本動画の趣旨をまず説明します。本動画は知識よりどう立ち回るかを中心とします。操作やあまり説明されてない知識など、今回は必要がなければ触れません。まあご存知通り、確かに説明のない仕様割とあるということですね。でも今回は最高難易度の生存を知るので、ここまで来る方は全部じゃなくても大体把握したはずなので、基本説明なしで進みます。またこういった知識系について他のチャンネルもありますので、こちらで触れる重要もね。ご理解いただけたら本編へゴー。あ、背景は野良で出会った模範射撃クラスの仲間です。近接の自分の出番がなくなるぐらいですね。まず一番大事なこと、クエスト、オペレーションモードの本質です。本作は間違いなく高難易度ゲームですが、アクション的な死にゲーではなくレイド系であります。日本に馴染みのあるレイドしたら FF14 のエンドコンテンツですね。プレイヤーにはそれぞれの役割があり、それをこなしながら攻略。一方、一つのミスもあれば一気に危機となり、場合によって修正できないまま全滅。よって自分自身のアクションはもちろん、役割と立ち回りを正確にこなすことが一番重要となります。まあ一応本作は FF14 みたいにガチガチの役割と攻略指針はないが、それでもクエストごとの解き方を強く求めます。最高難易度まで強いクラスなら何度か力でねじ伏せますが、ここではさすがに強さより正解、それは何より重要な概念となります。残虐で勝率を上げるにはこの基本概念をまずしっかりと持っておこう。もちろん操作の連動も大事ですからね。さて、このモードがレイドであることを理解したら、野良か魔境であることも容易に想像できるでしょう。先ほども話しましたが、クエストには正解を求めます。高難易度ほど要求します。はい、当然3名のプレイヤーそれぞれ正解を取る必要がありますので、意思疎通のできない野良では至難の業です。まず誰か正解を知らない場合、もうすでに半分ずんでます。フォローして開けたいんですが、もしもう一人は模範的な動きをするなら見捨てるのも手でも、なるべく決意なく戦うことが一番安定ですので、こういう時は本当に最後の一面に逃げていますね。ご自身が正解の動きができるなら、どっちかについて全力フォローしましょう。まあもし2名とも正解の攻略法をしないのなら終わりかな。まだ正解は一つじゃないのもちょっと厄介です。それゆえ熟練者同士でも連携が取れず全滅になることも普通にあります。ということで、本当に野良は安定しません。もちろんこれは解決法がなく、知人を探すことが一番の解決法となります。2人がいい連携を取ると残りの1人も同調されやすいので結構変わります。知り合いがなくても SNS で連携の取れるメンバーを募集するのも手です。本作今熱いので、海外では SNS での募集結構盛んでます。たとえゲーム内で意思疎通できなくても、あらかじめ方針を決めれば事故率相当下がります。日本でほぼ人気がないので結構きついかな。で、仕方なく野良を続くしかない場合、これからの田島に障害が助けになると思います。このモードで最も危険な状況はパーティーとはぐれることです。はぐれて特に一人になって敵団体と遭遇したらほぼ生き残れないし、そこで倒れたら今ある敵は他2人を挟み撃ちするで崩壊して全滅。実はこれが一番の全滅原因でもあります。
自身のできることは、まあとりあえず仲間を常に確認することですね。戦闘いても常に仲間を確認、特に交戦する前。最も確実なのはしんがりして常に他2名を観察して合わせるですね。時に他2名が別行動を取ることも割とありますので、その場合マシな方についていきましょう。でもこの状況になると絶対苦戦になるので、心の鬼にして抜けるのもありと思います。もう一つ要注意なのは深追いですね。回戦の時パーティーと一緒ですが、知らずにはぐれてさらに別の団体と遭遇、そして全滅パターン、これも割とありがちですので、戦況が優勢だからこそその余裕を利用してパーティーを確認することが生存とクリアの近道となります。あとは仲間の行動に託すしかありませんね。正直スタンドプレイする人がいたら間違いなく難易度が跳ね上がります。特にチームの成績にしか目がない方でしたらフォローしきれないことが多いです。ここばかりは運ですね。最善を尽くしましょう。野良で行くこと自体すでに負けを覚悟する必要がありますね。ちなみにちょっと文句、このゲームは成績によって追加の EXP があります。よってこれを求めてスタンドプレイをする割といます。海外でもこの仕様を批判しており、 SNS を利用することを推奨するのもこれが原因です。日本と比べてやはり海外の方は競い合う要素が好きですね。でもいい結果を得ることはほぼないかな。これも極めて大事な要素です。 SNS 利用者もまずこれを取り決めます。いわば必要な時だけ戦うことです。クリアすれば EXP 一緒なので、敵を倒すこと自体実は意味ないんです。現在は新老中の敵だけを倒すのが王道です。まず本作の敵は結構しつこいです。壁で隔離できない限りほぼ永遠に追ってきます。確かに目的地へ行くだけの場合は敵を無視できますが、追ってきますので目的地で大混戦になる可能性がありますので、敬老中の敵をしっかり掃除することは一番安定とも言えます。そしてしっかり掃除も大事です。一番弱い雑魚でも近接一撃でアーマー1ゲージ消えますので、バカにできない光線になると全滅に心をかけましょう。もちろん他の敵はなるべく刺激しないことですね。倒しても上手くないし強いし、操作ミスしたら死ぬし、時にアイテムを取るためにどうしても寄り道が必要ですが、これだけ必須経路に組み込みましょう。要は目的あっての寄り道なら問題ないでしょう。絶対いけないのは見てみたいだけであちこち行ってあっという間に敵が大列車になることですね。敵の数によって3人揃っても無理の時もありますからね。もう一つのスタイルは攻勢の最小限、いわば移動目の場合移動だけして敵全無視の選択。でもさっきも言いまして、くくりのない場所になると最終的に倒す必要があります。もう一つの問題は2人目結構きつい。全無視の時敵はもちろんまず戦闘を追うことが、敵の列の真ん中にいるのは2人目、割と集中攻撃を受けており全無視して進んでも結構ダメージを負います。あまりおすすめできないが、チタン方針を取るなら覚悟しましょう。さらに追加2ケース、まずギミック操作の時、ギミックを操作する前必ず今ある敵を掃除すること。ギミックを起動すると必ず大量な敵が出てきます。元にある敵と合流すると激怒な勢力となり一気にピンチになることが多い。敵がまだ少ないうち掃除することはギミック操作の時結構楽になります。野良ではコントロールできないこともありますが、そこはまあ最善を尽くしましょう。次は自分だけ生きてる時ですね。ギミック操作ステージなら頑張るしかないんですが、到達圏なら逃げることこそ勝ち。実はチェックポイントを到着したら仲間全員復活します。それに到達圏なら敵を倒す必要もありませんので、ピンチなら逃げる、パーティーにとっても再生の道となります。全員大ダメージであることは間違いないんですが、増援は全力で止めます。自分が思うには命を変えても止める価値があります。敵のエリート全員増援を呼ぶ能力があり、効果音と同時にマークも出てきます。
マークが真っ赤になるまで一定ダメージを当たることで止めることができます。で、この増援実に恐ろしいです。これはエリート付き団体を呼び込むことです。しかも1団体とも限りません。最悪の場合、増援が呼ばれて処理中でさらに増援が呼ばれるという全滅までの無限ループとなります。こういう状況もあるため、本当に死んでも止める価値ありの敵ムーブです。距離あるとき近接クラスでも拳銃で止めることができますが、時に初見ムーブ中で発生することもあります。こういう時は自身はもう何もできないので仲間に期待するしかありませんね。でも増援行動を確認したらとりあえず全力で止めに行く、間違いなく攻略の鉄則でしょう。どうしても呼ばれた時、とりあえず次の増援を止めることに気持ちを切り替えましょう。ちなみにこの増援の恐ろしいところは、場合によって遮断できません。前のマップで増援が呼ばれて壁や扉を利用して遮断しても、上の表示が敵のダイウェーブとなるケースがあり、こうなるとその増援は全て次の団体に反映します。あくまで場合によってですが、発生するとマジでしんどい。これほど恐ろしい増援行動なので、命を引き換えに止める理由お分かりでしょう。あんな強い敵が増えることだけでも十分厄介なのにね。これも非常に大事です。本作は大学有限の上で技の来る時間も長い、よって温存したい気持ちめっちゃわかりますが、今全滅したら後もないので温存も意味ない。ご存知の通り、敵めっちゃ強いので温存すると逆に全滅につながります。またクエストの補給配置を把握したら補給時でも問題なくこなせるでしょう。全力を出す時のおすすめとしてはエリート2体以上となります。残虐の敵の強さと相まって2体でも十分な脅威となります。一応技の場合特徴があり、使う場面を選ぶことはありますが、せめて強い武器の弾薬の節約はやめよう。今を生きるはまさに残虐攻略の要となります。あ、技の使用は自分のプレイスタイルを考慮し、自分の使う条件をあらかじめ決めるのもいいでしょう。時々本当に温存しすぎの方と遭遇し、仕上げ着アタッカーなのに拳銃しか撃たないのを見て、この項目を追加しました。そしてこういう方とマッチングした回、漏れなく全滅しました。ちなみに背景のアタッカーたちはエリートいなくてもメイン武器ぶっ破してます。以上が本作残虐攻略の立ち回りの勧めとなります。難易度自体が高いだけでなく、クエストも最初から3人パーティーとして設計されており、高難易度になるとマジでレイドと化すゲーム内容となります。自身のプレイスキルももちろん大事ですが、それ以上に連携とクエスト理解の方が重要ですね。連携の取りにくい野良でしたら、さらにプレイヤーの選択を問うことになります。各野良宇宙海兵隊の方、ぜひ参考してみてね。他に感想や補足がございましたら、ぜひコメントまで。では本動画はここまで。他の動画もご覧いただければさらに嬉しく思います。また次回お会いしましょう。どうも良い日になりそうですわね。